海上の駅は、山梨県西八代組市川三里町上野にある、東海旅客鉄道見延線の駅である。普段は特急、藤川は通過するが、JR 東海主催のウォーキングイベント等の際に、臨時に停車することがある。昭和2年上野村議会は、村内に駅を設置することを希望し、昭和3年度から昭和7年度まで、 富士見の鉄道に対し毎年寄付をすることを決議した。なお設置場所は上野村と大塚村の境にあたる。島式ホーム一面二線を有する地上駅。線路は東西に走り、北側から駅舎、一番線、二番線の順に並んでいる。側線が一本あって、構内の足川よりから東花輪駅方向に分岐し、当駅のホーム脇で途切れている。 ホームの足側方の端はスロープになっておりここから駅舎に遮断機、警報機付きの構内踏切が伸びている。この構内踏切は一番線の線路と側線を越えて駅舎に至っている。簡便な駅舎は2003年2月にできたものでコンクリート1階建ての小ぶりな建築物である。内部には待合所があるが無人駅なので窓口はなく自動券売機は設置されていないので切符を 購入することができない南甲府駅管理。ホームの上には木造の上屋と一体化した開業当初からの待合所が設けられている。1日平均乗車人員は以下の通りとなっている。町内の三霞地区の中心集落、上野にある駅である。市川三郷町役場三霞庁舎や町立三霞中学校は当駅と足川駅との間にあり。 当駅からは500メートルほどの距離がある。駅周辺は市川団十郎の祖先にゆかりのある土地で12代目市川団十郎が新聞社と三鷹町に要請して混流された市川団十郎の検証費がある。この周辺が歌舞伎文化公園として整備されており、駅からは南へ300メートルほどの距離であるが、駅からは上り坂でのアプローチとなる。ありがとうございます。